あ、結論は浮気はしてないって言い切ってました。そう、ヒートアップしてって、その私はしないけど、もうカンタがそういう感じなら私はいいよみたいな、演じてたの、私たちは仮面夫婦でって言ってた、言われたもんで、マジいないって断言はしてたけど、どうせあんたら信じないんでしょって言われてます。っていう言い方はもう、おる言い方だよ。どうせ言っても信じないんでしょってことは、煙が立っとるってことだよな。その、あ、言われてもしょうがないようなことはしとったってことだよな。しよっか。はい。あ、たぶん煙だな。そうしっすね。そうしっすね。どうする？まあ、帰ろう。で、一回来た。ちょっと、残りたいですね。んちょっとだけ残りたいです。そや、なんかあれ、カンタが読みと分かれるかもしれん、ちょっと。え？やるか言ってたやろ、ちょっと。今日。なんで？なんか、まだ聞いてんか。何も聞いたいです。最近動画も上げてないのかな、全く上げてないです。そうそう、なんかそれ言っとけ。動画上げてねえじゃんって。なんかどの子も何個も言われて。お前聞いた？何がすかも。あんた、中尾が何も聞いてないんですよ。せいなちゃんと、せいなちゃんに今話してるんだ。せいな知ってるかもしれないし。だって、あっかんだよ、見たら高いと。と、たけの嫁が仲いいんで。ちょうど、あ、マジ。毎日 LINE してる。して。結構仲良かったよ、マジか。ガチっすか？いや、もうなんか離婚じゃないけど、なんか、でも言ってたら、夏だからちょっと言うんだよ、かんと俺も。おるそうです。おら？おるそう。大したもんですよ。ちょいやいや。あ、分かる人だろってめ。近いねって。お疲れ様です。お疲れ様です。マジか。はい。マジか。まだ決まってない。大丈夫だ。なんか俺もいい方が、ね、見ないかって言ったら、いや知らんっていいもんね。離婚するぞって言っちゃったけど、離婚問題ないか。いや、まだ決まってないです。あ？まだ決まってないです。どうしようかなって感じです。夢はなんて言っとる？何？夢はなんて言っとる？まだ全然話してないです。何にも。お前が思っとるだけで止めとるってこと？止め。まだ YouTube 全然上げてないから。なんか YouTube 上げてないかと思ってたら、なんかあんまうまくないし。よかったです。そうです。なんかお前の嫁、仲いいんだろ？何も聞いてない全然。いや、僕には話さないと思うんです。なんで別れたい、ちょっと。別れるって何しとったの、現場で。俺、まあ、もう覚えてない。興味ないし。好きなことできたもん。お前が。俺じゃない。ちょっと向こうに、男がおるんです。いや、それはないや。いや、それはないよ。それはないよな。証拠があるって、それはない。証拠があるんですよ。悪い。それやりとくのやりとか。笑いやん。行っちゃった。はい。行っちゃった。たまたま。あと使っとった。あとは使うの分からん。あと使った終わりだぞ。分からんぞ。どこまでのあれか分からんぞ。そう。マジ。まあでも最近、まあそういう、セックスもしてないので。営みだろ。忙しいもん。気まずい。それから疑い出して、うん、でも多分半年ぐらいやってないですよ。そう。そんなことある？知らん。俺は全然見ないです。まあたまたま携帯見たんですけど、うん、携帯見たってこう見えて、うん、子供が触ったの時。マジ？ダメな、もうあんま興味ないわかるしこれ俺電話ちょっと待って、俺電話ちょっとしようわ、待ってやっとったらもう無理じゃね、うん、やった内容は見た？やった内容は見てない。お前らじゃあ隠し言うとれるわよ。そう、だからそこでつけの子を引きつっとるよ。引きつるっすよ、それ。めちゃめちゃ引きつるっすよ。
セーナに愚痴ってるのは知っとるっす。マジか。そうだろ。さっき知らん言ってたらやっぱ知ってんのよ。え、離婚しとって知った？いや、そうじゃなくて、愚痴ってるの、日々のことを多分鬱憤が溜まってるんですよね。をセーナに言って、セーナも多分俺のやつを言ってお互い言い合いしてるんですけど、俺だって損じゃないですか。なんか女は損っすよ。それでは女の男の話を聞かんの？は聞かんすけど、そのチラッと聞いたのは、うん、この間バーベキューしたじゃないですか、うん、その前の日にカンタ君喧嘩しました。明日かな、明日のことを多分めちゃめちゃ言っとったんですよ。で、俺たまたまバーベキューの時に中入った時にその話をしとったから、気まずいと思ってすぐ出てきたんですけど。まあ離婚するか。気まずいな。でもそれは確信持ってからですよね。まあほぼほぼ取ると思う。もう黒確定。なんか足場班チャンネル撮る流れやったけど、空気やばいな。そうだった。そうだよ。いきなり飛んできた。社長がいきなり飛んできた。はい。なんか、やっぱり口ってたみたいです。もう一応ね。離婚しろ。はい、そんなやばい。YouTube で YouTube のネタにしますか。やばいでしょ。やばいっす。あっ、いった。でも気になるのはもう一個あるんですよ。僕とカンタ君で子守して女だけで飲み会行ってもいいよね。そう、誰と、クセイナに言われたもんで、え、誰と行くのって言ったら、カンタ君の友達と私行って来てもいいみたいな。友達と怪しい。別に男友達じゃない。分からんす。そう。そんなことがあったもんで、別に俺はいいけどって言ってたんですけど。うん。そこに繋がってるんだったらやばいっすよね。っていう。お前の夢もアウトや。可能性。ダブルデートかもしれんのそれ。そうだね。それとなく聞いてみた。お前に嫁から聞いてみたら。僕そんなこと普段聞かんもんだよ。男だよ。でも女同士も言っとるだろ。絶対言っとると思うんですけどね。だって毎日連絡してるんですよ。そう、いや、女だったら、男だったら絶対言うって。女は女って言うからね。あ、てかどこ撮ってないもんね。いやな、なんか回っとるぞこれ。ずっと止めたの。止めてないです。撮ろうとしたらあれやった、うん、あ、こうやって撮ったらやべえや。使いますかこれ。使えるんだろう、さすがに。さすがにやばいでしょ。もういいよ。そう、全然いいですけど。話変わってくる。変わるんですよ。止めるぞ。いいか。使う？やばいでしょ。あー、確かに。風呂はもう、なんか、洗ってないと汚いもん。確かに。安く見えるもんね。この色いい。真っ黒じゃないのがいいです。そうです、そうです。あ、すいません。これショート向きです。今日ですね。好きなことできたもん。お前が。俺じゃない。じゃあ多分向こうに男が。いや、それはないや。セックスもしてない。営みだろ。つけの子を引きつっとるよ。引きつるっすよ、それ。めちゃめちゃ引きつるっすよ。そもそもスタートは多分翔くんの心配に。
や、これ何日か経っとったカメラ回したいですけど、ね、ちゃんと堂々と回しておきたいですけどね。僕としては最初にかまし入れる、最初に違う動画撮っちゃうよ。昨日たまたま違う動画撮っとって、はいはいはい、そのままカメラも全部設置した状態で、うん、タケゴンとかさ、カンタ、そういえばお前今日昼間今度やろうかって言ったやつがあれ、今からやるとか言ってたもんね。そのままカメラも回ってる状態だったからな。もうラッキーだ。で、俺も、あ、じゃあ行くわって言って、で、俺も中行って、一回は、そういうのなんかあいつ、なんかレコンジョンとなんか現場撮ってなかったとか言って、最初、なんか匂わしといて、はいはい、で、だいぶ5分か10分ぐらい経ってから、はい、カンタ呼ぼうかとか言って、はあ、そうだろう確かとか言って、はい、俺もちょっとタケ君の反応はどんなんだったんですか。いや全然もうバリバリ騙されてたいやなんか言ってたよ、なんか最近仲いいんですよとか言って、はあ、でも気になるのはなんか女だけで飲み会行ってもいいよね、そこに繋がってるんだったらやばいっすよね。もしかしてそういうことですかねとか言って男ってことですかねみたいなどういうこと？バカだな本当に。たわけだな。だからそれをちょっとカメラに言わなきゃいけない。回ってるこれ。回ってる。ああ、よかったよかった。っていうかお前騙せる大丈夫？っていうかもう昨日のねえ、なん全然知らなかったとかそういう話もしていいよ。はい。びっくりするの、帰ってきていきなり離婚ドッキリやるでみたいな。うん、あいいってなって。うん、頭点々って離婚だ誰がみたいな。誰が離婚ドッキリするのって言ったら、え、俺らみたいな。またって言って。あ、俺はハメたもんないみたいな。そうです、そうです、一回。ああ、え、今回面白いですね。言って喋ってて、なんかねえか、こうやって。ピーやりたいですね、みたいな話になって。確かに久しぶりのドッキリですよね。そう。じゃあでもドッキリやると、もう夜とか遅なるで嫌だろうって言って。ああ。かわいそうか。俺もそこまでなんか YouTube の、最初の頃は夜遅くにちょっとやってて、ある程度一定の、そこまで行ったじゃん。うん、そうですね。みんな迷惑かけてまではなみたいな感じがあるから、はいはい、まあ、またキーとかはいいやみたいな感じだったけど、面白そうだよな。やっぱりドッキリになると思う。いや、だタケって言っとったもんな。はい、いや、びっくりするだろうな。全然そういう素振りは全くないわけじゃないですか、実際に。からの、でも多分、あれなんですか、普段何も言わないカンタだからこそ、あ、そうそう、あいつも分かったもん、本当にうまかったもん、なんか。おーいや、で、最初俺はもう立っとったもんね、映ってないとこで喋っとった。はい。ショーも騙されとったんだよな、多分。はい。ショーも巻き込み事故を食らっとったよな。巻き込んでました。で、今日は、ペコちゃん、密着で行っていいんですか？で、わざと一本撮って、そのままカメラ回ってる手でいいんですか？だけど不自然じゃね？で、最初違うものを撮り始めたらいいんじゃない？あー。でもそれを私と一緒にどの体で行くかですよね、その一緒に現場に行くの。私はとにかくあれってことですね、じゃあその男とやり取りしとる使徒のカンタに見られて今離婚の危機になっとるっていうことだけを頭に入れとけばいいってことですよね。あ、そう、まあ、それをタケ君とか足場班の他の人にカンタが相談しとるかどうかっていうのを何か言っとるみたいな感じで聞けばいいってことですもんね。最初出すよ、絶対とりあえず最初は普通に普通に何も知らない体で。そうそうそう、ドキドキです。ドキドキ。いやー、緊張ってか、どうしていいかあんまり理解できてないから大丈夫か不安しかないんですけど。はい。僕でも朝よりマシになりました。でもマジでも安井さんにかかってる感ありますよね。安井さんと翔くん。味方になるのか騙されてるのを演じるのか。そういうことですね。はい。やばいな、緊張してきた。逆に変に、いつも緊張しないのに逆に変な緊張してきた。はい。いますね。一台で来たの。休憩中ですね、ちょうど。休憩中ですね。一台。現状全然すげえ。なんで？どこ？800あるとこいたって、800もねえし。どこ？え、嘘だ。どんどん上がってる。敷地が。寒くなってとる？それは知らんかった。いいの取れたよ、今。リアル。組み直す。それは。組み直すの3、40分かかった。逆にだんだん狭くなってとることに気づかんかったってこと？翔くんも。気づいたよ。だけど材料がシングルを下にしとんない。サーセン。どうもすいませんでした。焼きはやばいよね。焼きはやばいよね。
まあ、密着動画回してちょっととりあえず挨拶行ってくる。お疲れ。お、びっくりした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、いいよ。あ、いいよ、別に。あ、せいなちゃん。お疲れ。今日一日密着動画。密着動画だって。何ですか。でも休憩中だった。たまたま休憩中だったっていう。すいません、お邪魔しました。なんか、あれじゃない、今。下手したら、あの、奥さんに相談してる可能性は非常にありますね。でも、来てくれの話にならないですもんね。うん、来てくれの話になります。まあ、いいんじゃないですか。あ、一本動画。あ、でも、お疲れ様です。今日、黄色だ。めちゃめちゃ目立つ黄色着てるじゃないですか、翔太さん。あ、やっぱりそうだな、これ。シーリング、ここ全部打ち替えるんで、はい。はい、承知いたしました。その旨伝えさせていただきます。今日さっきのいいの取れたよ。ちょ、見てこよう、裏斜めになったの。手前しか入ってないもんな。させん。ね、あそこでも振ります？振る、私から振った方がいいんですか？私から振っちゃいます？僕が振ったら。え、でもなんか今じゃ、なんかあそこのあの場で振るの嫌だな。塗装の職人さんがおるところで。ドッキリ進行中なんですよ。お二人がいてたら聞き出せないんで、こっち側で。堀川さん、頼みます。うちもわからんもん。作業始まる前に。カメラ回ってたら、休まれる。もう切るわ。一旦まっすぐです。まっすぐ。動画みたいなの撮るって言って。ああ、そういうこと。前に俺が切る。昨日カンタから切る。ああ。翔くんは知っとる手ってことね。ああ、そのカンタからチラッと聞いたけどみたいな感じってことね。あ、うちすっとぼける。何をみたいな感じで。締め動画って言って一日でいけるの？させん、お願いします。ここの現場のちょっと締めを取りたいです。え、でも職人さんがおる現場今日ここしかいないから、この後もまだ密着するから、先止め、先締め、先取りで締めだけ。せーの、また見てね。何の動画？今パンタから聞いたぞ。何を？なんか言ってた、離婚する。冷た。原因がお前なんだよ。めっちゃ冷たいけど。なんでそれをとぼけるの？じゃ、とぼけてないよ。話したの？うちが？あ、簡単に？喋ってない。じゃ、昨日は？喋ってない。何にも喋らんの？一言も喋ってる。やば。え、どういうこと？ドバで喋ったの、それを。翔くんに。あ、知ってる人？じゃ、知っとるってか、カンタが昨日話してきたもん。ドバで？あんま俺ら深入りしたくねえで。もう話すことじゃないよね、ドバで。まあ。え、聞いたの？その気まずそうな顔やめてくれん？離婚するかも。かもじゃない。するって。それが確定だったら、お前が浮気するとか。あ、うちが浮気をして、るっていう話になってるわけね。うん。うん、ち、逃げるなって。もうそこまで嫉妬になったら逃げるな。仕事しよう。逃げるな。え、なんて言われたの、簡単には。え、その相談じゃなくて、もうするわ、みたいな。って言っとったの？ニュアンスはそんな感じで、相談とかじゃなかったんだ。もう、決定事項みたいな、あいつの中で決まったことってこと？動きが確定みたいな感じだったんだ。まあ、本人が確定だと思って離婚するってどうなったらいいんじゃない、それで。で、それはお前も認めてるって。だって別にうちがじゃあ今そう、ここでさ、いや、違うよ、うちはこうこうこうだよって言ったとこで絶対新人やん。
翔くんでもタケくんでも先にそのカンタから聞いとる話をがどういうふうか知らんけど、新人っていうかなんかもうこいつの人間的にも浮気しとるよみたいな感じだな、だった感じだった。それはなくないですか、とか今のこいつの喋り方でも。じゃあだってうちが今ここでじゃあた何ねカンタからなんて聞いたって一個一個に対していやそれは違うよこうだよって言ってもさ真珠に同じ内容ですみんなでのとこでしょ、ここ3人カンタ君と翔君と、うん、いきなりいきなりって前々からなんかそういう喧嘩の雰囲気はずっとあったけど、その喧嘩の話も聞いてたから、うん、喧嘩は思ってたよね、喧嘩っていうかなんかもうお互い思っとること口にしんからそれがなんか無言になってそのもう魔の空気だよね、喋ることもないし。まあまあそうやっておっしゃるのであればまあまあまあ確かにねもともと無口だけど嫉妬束縛のレベルじゃないですか。お前は完全にちょっと 何を聞いたのその浮気って。じゃあ知らん、なんか何を根拠に浮気って言ったの。携帯を見られても別に何も怪しいことないもん。内容を見たっつったら内容を見た誰とならやったやってないかじゃなくて、はあ男とうちが LINE しとるってこと。なんかそんなようなことを LINE しとるもんでも多分確定だと思ってる。あ、そう、それで浮気をしとるってこと、うん、で、離婚だってもう、対電ってそんなねえ何ねえって言われても困る。ちょ、別にその浮気ねえじゃねえじゃねえねえじゃないけどじゃ別にカンタがそれ、もう勘違いなんじゃないってうちは思うけどね。でも逆に言えばうちはじゃあそんな何も、本人からうちに何も話をしてこんのに、家でね、そういうじゃあそんな思っとることがあって話をしてこないのに、何のか、何、うち何も言わんのに勝手に自分でなんかそうやって決めつけて離婚だって言ってそうやってみんなに話すのおかしな話じゃないって感じ。もうお前と喋りたくないんだよ。その上は来るの。じゃあもうおしまいじゃん。なんで顔見るんすか。おしまい、おしまいやん。ねえ、だって喋りたくないんだったらおしまいじゃん。どうすんの。知らねえよ。お前らペンコの問題だろ。どうすんの。でもさ、うちは別に言うつもりなかったけど、別に今日もね、その、そうやって思っとっても、翔くんやたけくんに相談するつもりはなかったけど、もうすでにしとったわけでしょ、カンタが。話を、うん、でもそれはそうでしょ、男には相談するでしょ。でもそのもうそうなったらうちはもう誰にも何も言えんよね。せいなちゃんとかになんかそういう電話とかしようのか。どんな電話。知らん、その内容は知らないけど連絡は取っとるよ、せいなちゃんとは。連絡はしてる。うん、普通に連絡は取っとる。ただ、ただ俺も内容は知らんで。せいなちゃんに聞けばいいじゃん。聞けないっすよ。なんで聞けばいいじゃん。せいなちゃん話すわけねえよな、その自由な絶対話さない。いくらだけでも話さんと思う。せいなちゃんに聞いてみよう。ただ聞く話は喧嘩した話とか、うん、まあ聞くけど、まあ喧嘩はマジで言っとったじゃん、ずっとうちらほぼ喧嘩ないよみたいな。センター、うん、嘘だね。まあでも話聞いてる限りそうだなとは思ったんですよ、うん、ね、みんなで遊んだってね、うちら喋らんしね、多分ここと変わらんのじゃない。それはねえな。そう、でも喧嘩は多いよ。だみんなにはそういう仮面夫婦、仮面夫婦、仮面夫婦だよねって言うんだよね。そう、みんなにはそういう風に別に普通に仲良し家族ですって装っとるけど、実際中蓋開けたらズタボロみたいな。そういう風にまあ装っとるからね。まあだって仕事にも影響出るじゃん。
そうなったら、じゃあうちとカンタがじゃあそうやってバチバチ喧嘩中ですみたいな堂々としとったらさ、みんな気まずいやん。そのカンタとかそのショウ君はいいよ別に、だから別に何もないですよみたいな感じでずっと貫き通すつもりだったけど、まあ、カンタが言っちゃったんだったらしょうがないね。逆、とりあえずお前クズなんだなと思う。クズ。いや困るわそれ。え、安井さんも知っとったの？だっていきなりやったから。おったってこと？安井さんも。その場におった。じゃあ社長も知っとるってこと？その、いや。そういうこと？意味わからんのだけど。それはそうでしょ。だって社長なんて親みたいなもんだから、それ話すわ、あんたも。意味わからんかな。で別にそれを動画にしとるわけとかじゃないから、別に相談じゃん。それさすがにそれ動画にしとったらまずいよ。まあ確かにね。ね。だけど動画にもしてないし、ただ相談だから別にいいんじゃない。どうしたいの、じゃあうちは。知らんすよ。だからその、そんなにするならすればいいし、浮気したんならしちゃっていいじゃん。してない。顔めっちゃ笑ったな。してないよ。じゃあなんかもうなんかショックいろいろなんか、じゃあいいよ、タケくんショウくんだけならいいわ、そのカンタが相談する相手がね、なんかもうそこを社長にまで言っとんのはショックだよね。じゃあうちはその喧嘩昨日の今日っすよ、昨日の今日しょうがない。だから僕ぶっちゃけ気まずいなと思って一緒に来たんですけど。最低やん。それ気まずいでしょ。だから社長気まずいって言ったんだよね。最低やん。それだって気まずいですよ。気まずい。そうなんて気まずい。危険じゃないですか、だって。どう。かわいそう、簡単。としか言いようがないよね。うん、結構悩んどったしね。じゃあ、うちの悩みは誰が聞いてくれるの？だから、それは知らんよ。お前は相談しんからじゃん。簡単は別に俺らにしてきたんでしょ？でも、じゃあうちが今さ、相談したところで何も、あれでしょ？だって、せいなになんか、聞いてるって言われたもんで、聞いてないですよ。ああ、そういうこと、簡単にってこと？まあ、ぶっちゃけ別にせいなちゃん何も話してないからね。そういう話は。まあ、心配するじゃん。俺も知らん。せいなちゃんとかみおちゃんには一切何の相談もしてない。で、まあ、そういうことだよ、結果。まあ、そうなるってことだよ。鼻の穴広げんでくれん？じゃあでもだってもうカンタがするって言ったんだったらそうじゃん。まあカンタ寄りの人っていう感じになってるから、もううちからは別に何も言うことない。どっちにしろまあ確かにね。まあでも別にうちがこうやって現場でタケ君とかに会う分には別に何も変わらんから、それ離婚しようがね別に変わらんし、まあ分からんよ、辞めるってなれば別かもしれんけど、仕事をね、うちが、まあ、カンタが辞めることはないだろうから、辞めるならうちじゃん、そういうことだよ。もう気分だだ下がったから帰りましょう。はい、帰りましょう、帰りましょう、はい、じゃあそういうことでお願いします。あの残りお疲れ様です、お願いします。どうですか？いや、最高に手を取れた。どうす、取れた、ちょっと動画だけ OK な画角がどんなもんなの、音声は間違いなく取れてます。気まずそうな顔しとったな。ごめんね、タケ君、タケ君ごめんよ。いいの撮れました。あ、これでいいのができればいいけど、大丈夫かな。あとは締めっすよね。確かに締めをどういう風に、どうやってオチで、それはもうきらめきの天才社長が言いますので。確かに、でも絶対信じとるな、あれ本当に。いや、ガチっすよ。ガチで信じとるもんな。自然な流れで撮影中に離婚の話だって、一回カメラ止めろか言うて、で止めずに回ってたんで。はいはいはい。やだ、かわいそう、タケくん。いや、喜んでるじゃないですか。かわいそうとか言ってから。いや、だってもうちゃんとね、あのせいなちゃんにも、そのタケくんの奥さんにも、はい、もうちゃんとあの言ってあるから、タケからもしかして何か言われるかもしれんから、知らんふりしといてねみたいな感じで、奥さんも一応もう口止めしてある。そう、多分タケくんがどんだけせいなちゃんにカンタさんとペコさんがっていう話をしても、
多分奥さんは煽ってくれてるそうなのみたいな、そんなことないでしょみたいな感じで多分なってるはずだから、それプラスなんかそのカンタもタケ君にセイナちゃんには聞かんでねみたいな、そのまあこっちと奥さんが通通の可能性があるから聞かないでねみたいなことは言ってあるって言っとったから、まあ多分相当深刻に悩んでるんじゃない、タケ君は誰に言おうみたいな、はい、早くネタバラシさせてあげたい。いやー、翔くんがちょいちょいニヤニヤしとったもん、ダメだ笑えてきた。あ、でもなんかあれじゃないです、わかんない、どうやって撮れとるかわかんないけど、あんまりすっごい深刻な感じでも、まあ、ちょけた感じでもなく、なんかリアルな感じじゃなかったです、現場で喋っとる、まあ、あんまりうちもこうぶっ込みすぎずっていう感じで、まあ、どうなんだろうと思って。お疲れ様です。お待たせしました。お疲れ様です。お待たせしました。いや大変だった最初。いや、バレてないです多分。めっちゃ最終的には、はい、最終的にはめっちゃいい感じ。声は確実に取れてる。でも、まあ、2人が聞いとって簡単にそうやって言われたんだ、それでいいんじゃないって言って、うん、うちから別に今言ったってうちが何言ったって言い訳でしょって言ってみたいな感じで。いや、悪い女演じてるの。じゃあもう言い訳でしょってことはなんかちょっと男の匂い嗅がしてる。あ、そうそうそう、なんかまあ認めることもせず否定もせずみたいな。で、お前浮気しとんだろって言われたからしてないよみたいな感じで、翔くんとのそのちょっとふざけ合いみたいなのも入れて、たけくんに、じゃあうちどうしよういいみたいなって言ったら、なんか、よ、わからんすよみたいな感じで、どうしよういいの、じゃあうちは知らんすよ、なんかめちゃめちゃ動揺はしてた。最後、もう一回も寝ようぞ。あ、一緒におるところで、はいはい、たけくんおるところでバーベキューかなんかやってよ。あー、でももうめっちゃもう早くばら、あの早くネタバラシしてあげたいとしか思わんくって、今日タケ君を見とったらセナちゃんにもカンタが昨日電話しました、してました。あ、ね、絶対ないかもしれない。もう一発温めに行こうかとか言って何もよかったらしいねとか言って俺がいいや、お前が例えばドバイ行く今週、あの足場半島が、その時に電話するわ、タケか、あのショーに、お前らなんか俺のこと余計なこと言ったってとか、会社来て今文句言ってるぞ、私がみたいな、あーなるじゃん、これ向こう何なんだお前らみたいな、社長巻き込んでもう大事件になってるみたいな、でお前らもう一回ちょっと全員集まれ、一回今週土曜日集まれとか、タケがなんかこんなこと言ったんだろうって。でもタケくん何にも言ってないもんな何も言ってない、適当な感じ、えぇ、ー、みたいな感じ俺そんなこと言ってない確かにもう勝手なこと言ってわけわからんこと言ってわけわからんこと言って今日夜、あ、今日俺泣いたな。あ、いやそれ何言ってた、俺ブチ切れて1日2日経つとかわいそうじゃない、確かにその間気まずいですからね向こう、怪我されたら困るなと思って、うわ、っ確かに、なんで俺ら怒られなかんのって変なモヤモヤずっと残ってますもんね理不尽なことで怒られて、そのカンタ君が僕と翔くんに話してきた内容、話してきたぞみたいなのを伝えたんですよ。そのまま何ベッドでか、はい、まあ、さっきお客様の声と、昨日その話のやつは取れた、いや取れないです、取れないです生々しいですね取れないですよそれさすがに切れられるんですよ、バカ引きつってたっすよ安井くんが TikTok もともとあるなんかを使えですやん、簡単な、うん、始まってますか、はい、翔くん消えますよ、じゃあ、はい、お願いします。お前だろう、喋ったの、いや、僕じゃないです、それ著作権うるさないですか、YouTube YouTube も TikTok も著作権系はうるさいけど、その中に入ってる音楽は全然 OK、 え、約束の通り、よくちゃん、そんなこと言ってないです、言ってないです、言ってないです、じゃあ何で上がってくるんだって、え、わかんないです、それは、現場でちょっと行ったぐらいする、何、もう何か入った、はい、じゃあ、なんで俺がお前なんか社長がなんかいろいろみんなに言いふらしとか俺言われなかったんだって、いや、それはわかんない、じゃあ誰が言ったの、何、誰が喋ったの、いや、僕とタケですね、
あ僕とタケです。タケ、何とくいます。ちょっと変わる、ね、変わります。うん。お疲れ様です。はい。はい。何？なんか別れるとかどうのこうのとかやつお前。何なんか社長から聞いたとかなんか言ったの？言ってないっすよ。僕監督から本人から聞いたっす。結構か。いやなんか。いきなり電話してきてお前なんかギャー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 言ってるもんだあいつなんか社長が言ったんだけど知らないやつって言って俺本人から聞いたし別に誰にも言っとるって言ってるしお前らと喋ったは喋ったけどな喋ったは喋ったっすけどだって監督から言ってきたじゃないですか、うん、だけどあることないこと言ったって言ってなんかお前デラ言っとったぞなんかそんなこと事実じゃないことも言ってますよねとかなんか現場で話したの今日か昨日かいや、だいぶ前に来た時にちょこっと話したぐらいで別に気まずかったんで別に僕も触れることはなくなんか話が広がっとるらしいんだってはいはい、うん、で、なんか他の営業とかも知っとるのってなんか社長がなんかあっちこっち行ってないですかいや、俺何も知らないんで俺、そうかなんかね、あいつがなんか聞いたとか言っとったけどなお前かお前からなら翔しかいないだろうって前し、なに島ちゃんなんか僕は見ることじゃなくて読める話でもないしなんでじゃあ俺がもう、まあ、手の消えとったぞっていう感じですよねカウンターおんのまだ帰ってきてないですねフォロワー見るよもうちょっともういいやお前ら手来いよこっちまあ、俺も呼ぶわ。まあ、なんか俺もごちゃごちゃごちゃ言われたら腹立ってくるで。本社ですか？うん。なんかお前らが何言ったか俺知らんけど、現場で。俺そんなことだと思う。了解です。ちょっと。まあ、いいや、これちょっと全員来いよ、一回。まあ、ごめんな。はい。かわいそう。言ってないよ、何も。あなたは何も言ってない。来いよ。別に広める話じゃない別に広める話じゃないんでっていう感じだよなあいつ言ってる俺の顔つくなって言ったもんね言ってる俺の顔つくなって言ったもんねいや多分今向こうでいやいやどういうことっすかってなってますよ多分言ってる俺の顔つくなって言ったもんねはい本社来てってなんでうん、知ってるやつは来いっつって、うん、とりあえず車持って来ます、ね、うん俺も車掌に来ないえ、今からじゃあこれで来るのとりあえず待つのみですね一旦待ちますはいなあいきなりそれの電話かかってきたらじゃあさらにさ、ダメ出してさ、しおり、しおりちゃんから電話して、家におる手にしたかんぞ。あ、犬が泣いたらやべえな。確かに。うん、だけど、何、写真の中でうにゃんこと言ったのとか言って。って、向こうからさ、えみたいなのとかって。うん、犬やばいかな。わけのわからんことをやるってことですね、今からとりあえず。そう、でも翔も分かってるね。あ、でもあいつは分かってない。この段取りは何もしな。この段取りはしな。まあ、アドリブで行くでしょ。電話してます。で多分休みは取っとるでしょおねあのさお今社長から電話かかってきてさ、うん、なんか本社に来いって言われたんだけど何でもおらんのお前は今おらんの今から行くなんか社長にめっちゃキレられたんだけどお前が言ったんだろなんか別に何も言ってないし聞いただけ言っとるよもう行きたくないんだけどいやそんな俺ら行きたくねえってだって関係ないのにだって別に俺はカンタから聞いた話をお前話しただけやんか
りあえずお前下手くそなんだよお前笑っても笑っとんのか泣いてると思うけど笑っとるもんはたくさんしょうがない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 はこの電話まあいいけどな。いや、あれ安いカメラ回しとんの。は？あ、中で撮っとんだ。お前もさ、タケいないな、いないって言えばいいんじゃないの、しまちゃん。普通にお前が悪いんだろうとか言って演じとんのはいいんだけど、お前別にお前いないんだったら意味ねえじゃん。バカじゃないのお前。いなかったらしい。やばいし、なんの。3分後な。オッケーオッケーオッケー。タケ君いなかったんですか。いないとかでうちなんでわけのわからん。全然いない。お前のせいでとか言われとったんですか。熱失敗しろしかし絶対バレだよ絶対バレだよ。タケ君が騙したの。仕上げだぞ仕上げ。仕上げ。社長に呼び出された。呼び出されたよ。うちも今電話かかってきたんだけど。何何？うちも今電話かかってきたんだけど。嘘だ。なんかめっちゃブチ切れて、とりあえず今から早く来いみたいな。じゃ行ったっていうか、まずカンタが喋っとるもん、そりゃそうでしょ。じゃあその後になんかタケ君とかもなんか言っとんの？誰に？社長に？社長とか他のなんか他のメンバーなのか分からんけど。いやそれは知らん。話すんじゃない？なんかそれは分からんけど。話しなんでそんなことでうちがこんな風に切れられて呼ばれなかんの。じゃそんなの知らんやん。そんなこと言ったら俺らもだって俺らも言うなんで関係ねえんだよ。言わせなかんの。じゃでもタケ君とかが言いふらしとんでしょ。だから結局こういう風に社長にそういう風に言われたんでしょ。うちはそれは別にそんな言いふらすことじゃないんだよ。そうだよ、言いふらすことじゃないのに。そうやって言われたからこっちはわけわからん、こんな時間に呼び出されてブチ切れられて、もう嫌なんだけど。だって翔くんもそういった話しとんでしょ、一緒になって。いやいや、だから俺話しとるって、だから俺が聞いた時にちょうど社長がおったからそういう話をした。別に周りにも言っとる、言ってねえし。もういい、うちもうやめるわ、もうほんと嫌だこんなん。何しにお前。無理だしょ、こんなん。じゃそんなん知らんかや、お前。だってそ足場なんだけど、そうやってああでもないこうでもないってあることないこと話して、こっち意味わからんじゃん。じゃもうわからんって俺もそんなもん。無理なんだけど、普通に切っちゃった向こうの終わり方とかえってなっちゃった。ちょっとリアルかなと思って逆にブチ切れて切れられたみたいな。あーもうこっちからもういいみたいな感じで。あっつ、めっちゃ変な汗かくんですけどこんな人もう竹チンチンだぞ多分。やばいですよ竹やばいぞ今。今竹さんがいい感じにわけわからんのだけど、大地やめろとか言っとるしみたいな感じで。あ絶対言う絶対言う。無理よ。いや、消えそうだ、あいつ。幸せよね。はぁ、安いとったけど、分からない。でもね、なんですか、もう。いや、僕でも、ペコちゃんと喋らへんからさ。顔つっとる。あ、全然違う。そんだけ背筋伸ばしてギリギリなんで、多分ダラーンって座ったら全然 OK です。わからんわ、絶対わからんわ。わかんないですから、ついていってください。カメラ持ってついていってくださいって。しょうがねえじゃん、なんてそんなもん、俺があれだよ。ちゃうもんな。そんな甘い、来てない、甘い、来てない。まあ、丸げてみたらしい。俺もう起きとると思って、お前もう完全にやる。お前な、しょうがねえよ。とか言って、で、役入った。あ、じゃあ、リュウジ君のファンだと聞いて。あ、じゃあ、ここお前座れ。やせー。タケ君。はい。あいつは来たか。あ、まだ来てる。タケ君たちだけにバレたら関係ない。来たら絶対いいよ。お疲れですとか言えよ。お疲れです。すみません。3分くらい。お疲れです。さっき来た。あ、いいぞ、もう喋るぞ。お前がそんなのもあれだろう。そんなのお前があれだろう。
死ぬ前に見んのって、なんでそんな俺ガチャ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 って言われて、なんか、まあ、みんながそういう風に言う、なんか周りに話しとるみたいな、わかるけど別になんでそんな俺がいち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 そのまま言ったよ。でも知ってるのは社長とタケ君と翔君ですね、足場班ですよね。と足場班もどこまで知ってるか私はわかんないですけど、いや別に誰が行きとか知らんけど、俺はもともとあいつから聞いて、別にあれだろ。私は現場で翔君とタケ君に言われたんで離婚するんだろうみたいな、うん、でそれ誰から、なんでその話になったのって言ったら社長がおるところでって、安井さんも知っとるって言っとったし、うん、別に俺は言い話しようが動画で話すことでもないしみたいな、動画が回っとったのか知らないですけど、いや別に俺も別に、まあ、たまたまじゃない、カメラ回してないよな、たまたまなんか撮っとってついでみたいな感じだよな。だそこからどういうふうに誰がどこに行ったか分かんないですけど、だけどちょっといち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 こうやって詮索してきたもんね、俺もこいつらにさ、いちいち言ってさ、なんそんな詮索なんかしんねえよ、ちょお前らのことなんだもんね、別に。だけど言いふらすのは違くないですかっていう、あっちにあっちにこっちにいいで、まあまあ分かるよ、分かるけど、そのストレスがね、神経食らうのは分かるけど、なんか社長なんか言いふらしてないですかって言いやなっちゃうさ、こうやってこいつら、でも別に俺が言ったの、あの場で聞いただけじゃないですか。いや、俺もそうやって言われたもんで。で、お前も黙っとなんて、お前も話すよ。お前も、お前のようなことだろう。はい。そうです。みんながそうやって、あっちにもこっちにも言いふらしかもって、離婚するだなぁ、と思って。何を話しとるか、うちもわからんじゃん、そっちが。カンタが何を話したかも知らんし。でもそうやってカンタから何も言われたのに、また劇また劇でいろんな人から離婚するの離婚するのって聞かれたら気分良くないよ。何が事故するの？関係ないんや、仕事の社長は。現場行くためにそんなこと言われて、ミシ事やりづらいで。どの手かけても決まってそうな顔しとった現場で。お前ではなかったよ。それ自分の話さなきゃよかったんじゃないの？こんな風になったら気まずい、すぐ仕事的にね。自分はいいかもしれないです。じゃあやめるわ。気持ちは分かる。ほら、なんか、ほら、たまらんとか思ってない。それは違うんですよね。人の、じゃあ家庭のことを許可なしに勝手に動画にするのは違くないですか。でも、子供を映してください、この親がとか、そんなの違いやん。じゃあ、カンナに許可取ったんですか、その離婚の動画。許可取ってんやん、嫌だって言えんじゃん。じゃあ、研修するじゃん。今聞いたからそれは分かりましたけど、動画取ったって。まだ聞くわ。実はさ、そんな動画取られてるってのは気分良くないですよね。ちょっと俺の気分悪いよ。いいかもしれない。やめるのがいいんちゃう。嫌だって言えん、動画作業しなくて。やめるって言うけど。俺に言うな、俺の社長だ。お前、社員だろ、社員に。ローンおるで、ローンに。知らん。びっくりしたぞ。これ。俺へのドッキリ？もしかして。え？え？タケ君が全部悪い。全部お前だ。そう。ただのジェラさんがいい。俺めっちゃ心配してたのに。いやしかもなんか俺今とかこうやってるのやべえと思ってこれ。いや、どうこっちから動画撮れてねえんだわ。誰にこいつめっちゃいい顔なんだろ。で、安に目の合図しとったけど、まあ、全然こっち見んや。
誰にも話すなって言われて、夢と話してたわけだ。あっ、ちょっと待って、ちょっと待って、たけくん、ごめんね。一週間。俺もうドッキリだったら3日で終わる、最短でも3日で終わるだろうと思って。いや、マジかよ。いや、だけどお前を跳ねるためにみんな集まっとんのに、2回ぐらいはお前がなんか帰らなかったとか、なんかいろいろあって。たけくんがドッキリのネタバラシの日を伸ばしたんだよ。お前ずっと俺夜を上げとんだね。2回ぐらい。よしですよ。よかった、ドッキリね。酒飲みながら泣きそうになってますよ。見ました。私は食ってない。あ、社長見てない。あ、いやいや、聞いた聞いた。話は聞いた。今日ちょっと違うんだよ。よかった。あそこに一応カメラがあって。いや、一応こっちで撮っとるんで、あ、こっちで音拾っとるかなと思ったけど。離婚してないですよね。しません。よかった。ほんとにすいません。バリヘッドマイクしてるまだからの一個も疑わなかったの。最初疑ってたんですよ。2日3日間ぐらいはどっかで絶対ネタバラシが来る。まあでも長編になったらいいんじゃん。めちゃくちゃ絶対ネタバラシ来る。あ、来ねえな、来ねえな。だって一回安いとお前現場行っただろ。あ、もうお前のためだ。あのプリミエルね、あのマンションね。うちの一日密着って言ったやつもやらせ。翔くんがそこでわざとうちに降ってきたのもやらせ。なので翔くんなぜここでちゃかすんの。何やっとんのマジで。やめてやめて、もうやめて。負けんなって言ってる。もうダメだってそれは。絶対に触れちゃダメだって。ダメと。お前余計なやつにいろいろ喋ってないだろ。関係ないし。靴履いてない。酒飲んじゃって、ちょっと抑えきれなくなって、自分の中で辛くなっちゃって。かわいいかよ。でも私はその前から知ってたの。ごめんね、せいなちゃんも初日から全部知ってるから。全部担当してくれたのか。ごめんね。だからちっちゃいな、お前。お前今日ラーメン食べに行こうって言ったの。はい。からのマックでしょ。顔。もう脳みそついていかないの。もう疲れた本当に。よし。やだ。Yeah.